ロシアの運転手が仕事から帰る途中、信号を通過しようとした時に驚くべき出来事が発生。車が通過する寸前、道路が崩壊し、地下から巨大な怪物が現れた。映像の所有者は怪物が空高く飛び去るのを目にしてショックを受けていた。地下にこんな生物がいるとは驚きであるが、よくできた CG かもしれない。だがこの映像が都市伝説以上のものであれば、かの地に足を踏み入れるのは極めて危険かもしれない。ウクライナで撮影された高解像度の心霊映像。道路の真ん中に白服の女が現れ、彼女は倒れるように消えた。女が消えた後、運転手はスピードを上げて街まで逃げたというが、視聴者からはよくできたホログラムや欧州で放送された映画かテレビ番組の映像との指摘もあったが、本物だとしたら彼女は何者であろうか。こちらは南アフリカの道路に設置された監視カメラ映像。この地域は怪奇現象が多く、何人かがこの森の近くでチュパカブラを見たとの報告もある。この映像を確認した警備員は、それ以上に不気味なものが映っていると主張している。画面端の森のエリアから人のようなものが現れ、するとそれは狼のような姿に変わり、森に戻っていった。ライオンやイノシシのように見えるという人もいれば、シェイプシフターだと信じる人もいる。本物だとすればかなり貴重な映像である。ドラレコが撮影しなければ、この恐ろしい光景は永遠に気づかれなかったかもしれない。右下に注意を払うと、路上に白い影が見え、映像を一時停止すると、少女のような上半身の輪郭がわかる。彼女は白いドレスを着ており、前方を見つめているように見えた。歩道に反射した光の影響かもしれないが、人の輪郭にも見える。もしかすると数年前にここで命を落とした少女の霊で時折姿を見せているのかもしれない。パキスタン東部の砂漠にあるデラワール砦で撮影していた写真家が、車載カメラをつけたまま機材を調整していると、横を人が通り過ぎる。急いで歩く男性は驚くことに道の真ん中で静かに姿を消した。ここは町から離れた場所にあるため、夜中に人は来ず、彼は本物の幽霊だと主張している。男性がハワイの心霊スポットを車で走行中、カメラの左端に肌色のオーブが出現。No idea what that is on my screen. It looks like a ball of light on the left. 最初は指だと思ったが、半透明で形が少しずつ変わっていることに気づく。一人が指さすと、その手がオーブの前に現れ、この奇妙な玉は3分間ずっと角に浮かんでいた。I don't know what that is. I don't know what that is. I have no clue. There's nothing there. 車を止めてライトを消し、暗闇の車外に出てもオーブは消えない。It's still there. It's moving. It's still on the left. 光源がないのになぜオーブは見え続けるのであろうか。この運転手と友人がメリーランド州で夜に奇妙なものを目撃。彼らは大きな黒い塊だと主張している。この物体は現れては消えたりしているようで、彼らが確認して1秒以内に消えている。彼らが身の危険を感じたことに疑いはなく、急いで逃げ出したことを考えると映像は本物かもしれない。高速道路は一歩間違えれば出口に着く前に人生の終着点に変わってしまう場所でもある。高速を走っていた運転手が左の路肩に目をやると、人影のようなものに気づいた。後で動画を見返すと、影は人間のものではなく半透明に透けていた。映像は編集されたものではないと主張しており、本当であれば彼は幽霊を見たのであろうか。影はぼんやりとあらゆる特徴を欠いており、下半身全体がほとんど見えなかった。ここで事故に遭い亡くなった霊が成仏できないのかもしれない。英国のドライバーが A696 道路を夜中に運転中、奇妙な人影が彼らを止めようとしたという。映像が荒いため確認は難しいが、
人物は1940年代の古いゆったりとしたイギリス空軍の制服を着ていたと主張。服が当時のつなぎのスーツに似ており、運転手が突き返して彼を迎えに行くと消えていたという。運転手は家に帰り、周辺について調べてみると、1943年にこの近くで A 空軍の飛行機が墜落していたことが判明。もしかするとパイロットの霊かもしれない。投稿者がカリフォルニアの高速を運転中、黒い人物が車線に背を向けて立っているのを目撃。影は街灯近くの明るい道路に立っているにもかかわらず、真っ黒で詳細が全く見えない。影以外、周囲のものはヘッドライトに照らされて見えるため、投稿者は車の故障で降りた人か、それとも影人間なのか意見を求めていた。若者たちが道を進んでいると遠くに何かが見え、白いものが視界の端に入り、彼らは思い切ってそのまま通り過ぎることに。だがよく見ると白いものは1枚のシーツをかぶっていたという。バイクが通り過ぎても全く反応せず、あまりに尋常でないため、彼らは道で本物の幽霊に遭遇したと信じていた。この貨物トラックの運転手はすでに数百キロを走行しており、7時間ほど運転していた。この辺りは怪奇現象が多発する場所のようで、地元新聞にも幽霊が道を横切ったり、ヒッチハイカーが失踪したりという記事が掲載されたことがある。特に道の真ん中に立つ上半身のない女の霊が出るという報告があり、彼もこの夜に遭遇したと語る。映像を見ると性別はわからないが、確かに白いものが見え、頭部は黒く足は灰色で、この場所の自爆霊だと信じる視聴者もいた。運転手はこれが何であるかはわからなかったが、間違いなくこの世のものではない存在だと確信していた。4車線の道路を映す車載カメラの映像。すると突然、黒いピックアップトラックの前に女性が現れた。彼女は何事もなかったかのように歩き続ける。トラックはブレーキを踏んで速度を落とし、後続車も同様にブレーキを踏んだ。この女性はどこから現れたのであろうか。当然の対応のように思えるが、実はただの赤信号だったため、ブレーキを踏んだだけで、女性は幽霊のような存在だとの説もある。また映像が白黒で不気味さを増しているが、カラーでない理由は白黒の方が容量を節約できるだかできるからとの指摘があった。こちらは北京で撮影された映像。コメ欄の説明によると、横断歩道で倒れている女性を偶然見つけた若者たちが急いで彼女の元へ駆け寄り、警察に電話しようとするが、電波障害なのか全員の電話が全く通じない。女性は普通に話せるが、彼らは彼女に顔を見せるように頼み、女性が顔を向けると彼女の黒目が大きくなり、一人が叫び声を上げた。だが彼女の方にカメラを向けると、女性はどこにも見当たらなかったという。低予算のホラー映画のようだが、怯える彼らの反応には現実味が感じられた。午前10時頃、マレーシアの道路を走っていたドライバーがカーブを曲がると不気味な姿と遭遇。車道の真ん中で座禅を組む怪しい人影が見える。彼らは軽くパニックになったが、急遽道を引き返すことに。この映像が投稿されると、白い亡霊として注目を集め話題となった。この座禅の霊は10年ほど前から現地で出没しているようで、また幽霊ではなく強盗だとの意見もある。この車載今夜祭この車載カメラが恐るべき超常現象を捉えた。ドライバーによると、通り過ぎるこの人物は頭がなかったという。よく見ると確かに体が透けて頭がないように見えるが、おそらくヘッドライトの光が強いせいでそう見えるだけかもしれない。だがライトの光を抜けても肩から上には何も見えない。
インドのバイカーが暗い夜道を走行中に真ん中でふらつく歩行者と遭遇。かろうじて避けて彼が振り返ると、なんと歩行者の姿が見当たらない。彼は歩行者を探そうと道を戻り、約1分ほど進んだが誰もおらず、怖くなって帰ったという。歩行者はバイクが戻ってくるのを見て怯え、隠れたのかもしれないが、かなりふらついていたため、そこまで素早く行動できるとは思えない。バイカーは初めての出来事に戸惑い、これが本物の幽霊なのか、視聴者に意見を求めている。インドのケララ州の道路を走っていた2人が不審者を発見。その人物は白い服を着ており、懐中電灯のような何かを手に持っている。不気味なのは、暗闇の中で何かをじっと見つめているように見える。深い集中状態にあり、車が接近しても顔を上げようともしなかった。彼らは何かの幽霊だったに違いないと信じている。